にちは。今日はカゴメそのまま育てるトマトの土で育てたトマトの成長を止めます。こちらの土は5段目までの肥料が最初に入っています。今こちらの方はもう落ちてしまったんですけれども、1段目、2段目、3段目、4段目、5段目までの実ができている状態です。このまま放っておくとまだどんどんとこの主軸は伸びていきますが、成長を止めることでこの今実がなっているところに栄養が集中します。主軸を切る際はお天気のいい午前中に行ってください。切り口から雨などがかかってしまうとウイルスなどが入ってしまう危険があります。このように主軸の部分をハサミで切っておくと栄養が集中します。以上です。